どうもー、洋次郎でーす。はい。昨日かな？結構、ね、昨日はね、月始めで、その7日からなんか衝撃的なね、そういうニュースというか、月始めはちょっと怖いなって、思ってたんですよ。特に何もなくて、ああ、よかったなって思っていたら、個人的に超衝撃的なニュースが飛び込んできました。はい。推しが単独武道館行ったら辞めるさんが、年内で、動画活動を、から卒業するという発表と、あとは、前もコラボさせていただいたまよくんが、来年の、1月2日をもって、同じく卒業するということが、昨日ツイッターに、投稿されていて、推しあめさんの方は、動画も投稿されていたということでね。正直言うと、推しあめさんの方はそんなびっくりというかしなかったんですよね。実はね、コラボのお話とかいただいてて、で、ルーリーとか、ミズハンとか、ナッチの卒業がバッと来たんで、それ流れちゃったんですけど、で、その時に、1ヶ月ぐらい前にもうお話というか、その年内をもって、動画活動から卒業するという話は、聞いてたので、あ、このタイミングで発表するんだぐらいでしたね。だからこそね、先日の14日に、直接会えて嬉しかったなって思いますし、マイクラやられてますけども、そこにも僕誘っていただいて、やりませんかというお話もいただいたので、本当に僕は本当になんかその人と絡むということが今までなかったので、そういう機会を、ができて本当に、ね、僕としても嬉しかったですしね。で、りょうさんからもね、今後のりょうじろうさんの、活動を、ね、頑張ってくださいみたいなこともいただいて、本当にね、一大人としてなんか本当に尊敬する方だなって改めて思いました。はい。ねえ、で、あとは、まよくんですよ。そっか、君もかと思っちゃって。ねえ、前もコラボさせていただいて、で、その終わった後にちょっとおしゃべりさせていただいたんですけど、確かに、で、マイク文章書いて、卒業のね、どうして卒業するみたいな、こととか書いてましたけど、まあ、単純になんか動画へのモチベーションが上がらないみたいな、ことが書かれていて、確かにそう言ってたなと思って、そっか、と思って、と思ってね、マヨくんは、残念だな、なんか ねえ、まあ、彼も若いですからね。また、ひょっこり帰ってくるかもしれないですし。そうね。まゆくんのおかげだよ。本当に。人となんかコラボできて。初めてのコラボが本当に彼でよかったですよ。本当にやりやすかったし。と思ったんで、最後にね、やりたいなと思ったんですけども、まあ、向こうも忙しいでしょうね。それは叶わないかなと思うんですけども、本当にでも、で、最後に改めて、主飴のりょうさん、本当にまよくん、本当に、ありがとう、ございました。今ね、僕、チャンネル登録者数がまあ900人超えて、今日40人いったのかな。ここまでもう伸びたのもね、そう、いろんな方々と、まあ、そうやって出会って、まあ、視聴者さんもそうですけど、ね、本当に、皆様のおかげだと思ってるんで、はい。本当にありがとうございました。でね、まよくんはね、まだ、すげえお金かけて、なんか、ラストのなんか動画作ってるんですよね。なんか超大物ゲストが来るみたいなね、感じが書いてあったんで、もしかしたら、ワンチャン、水飯あるんじゃねと僕は思ってるんですけども、いやーもう、もしかしたらね、市外に乗り込む可能性がありますね、マヤ君は。これはもう楽しみだと言って、異常に荒れていくっていうことでね。まあ、水飯はないと思うけども、大物ゲスト気になりますよね。だからね、最後の特大花火、待ってますんで、頑張ってくださいということで、今日の動画は締めたいと思います。それではね、チャンネル登録と高評価、バッドボタンでもいい、何かしらボタンを押してくれたら嬉しいし、あとは、コメントも、よろしくお願いいたします。